夏の葬列、山川正雄。海岸の小さな町の駅に降りて、彼はしばらくは物珍しげに辺りを眺めていた。駅前の風景はすっかり変わっていた。アーケードのついた明るいマーケット風の通りができ、その道路も固く舗装されてしまっている。裸足のまま砂利の多いこの道を駆けて通学させられた小学生の頃の自分を急に生々しく彼は思い出した。あれは戦争の末期だった。彼はいわゆる疎開児童としてこの町に丸3ヶ月ほど住んでいたのだった。あれ以来俺は一度もこの町を訪ねたことがない。その自分が今は大学を出、就職をし、一人前の出張帰りのサラリーマンの一人としてこの町に来ている。東京には明日までに帰ればよかった。2、3時間は十分にブラブラできる時間がある。彼は駅の売店でタバコを買い、それに火をつけると、ゆっくりと歩き出した。夏の真昼だった。小さな町の家並みはすぐに尽きて、昔のままの踏切を越えると、線路に沿い、両側にやや起伏のある畑地が広がる。彼は目を細めながら歩いた。遠くにかすかに海の音がしていた。なだらかな呼吸の裾、ひょろ長い一本の松に見覚えのある丘の裾を回りかけて、突然彼は化石したように足を止めた。真昼の重い光を浴び、青々とした葉を波打たせた広い芋畑の向こうに、一列になって喪服を着た人々の小さな葬列が動いている。一瞬、彼は十数年の歳月が宙に消えて、自分が再びあの時の中にいる錯覚に捉えられた。呆然と口を開けて、彼はしばらくは呼吸をすることを忘れていた。能力の葉を重ねた一面の広い芋畑の向こうに、一列になった小さな人影が動いていた。線路脇の道に立って、彼は真っ白なワンピースを着た同じ疎開児童のひろこさんと並んでそれを見ていた。この海岸の町の小学校、当時は国民学校と言ったが、東京から来た子供は彼とひろこさんの二人きりだった。2年上級の5年生で勉強もよくでき、大柄なひろこさんはいつも彼をかばってくれ、弱虫の彼を離れなかった。よく晴れた昼近くで、その日も二人きりで海岸で遊んできた帰りだった。行列はひどくノロノロとしていた。先頭の人は大昔の人のような白い着物に黒っぽい長い帽子をかぶり、顔の前で何かを振りながら歩いている。続いて竹筒のようなものを持った若い男、そして四角く細長い箱を担いだ4人の男たちと、その横をうつむいたまま歩いてくる黒い和服の女。お葬式だわ、とひろこさんが言った。彼は口を尖らせて答えた。変なの、東京じゃあんなことしないよ。でも、こっちじゃああするのよ。ひろこさんは姉さんぶって教えた。そしてね、子供が行くとおまんじゅうをくれるの。お母さんがそう言ったわ。おまんじゅう？本当のあんこの？
そうよ。ものすごく甘いの。そして、とっても大きくて、赤ちゃんの頭ぐらいあるんだって。彼は唾を飲んだ。ね、僕らにもくれると思う？そうね。ひるこさんは真面目な顔をして首をかしげた。くれる？かもしれない。本当？行ってみようか？じゃあ。よし！彼は叫んだ。競争だよ！芋畑は真っ青な波を重ねた海みたいだった。彼はその中に踊り込んだ。近道をしてやるつもりだった。ひろこさんはあぜ道を大回りしている。僕の方が早いに決まっている。もし早い者順でひろこさんの分がなくなっちゃったら、半分分けてやってもいい。芋のつるが足に絡む柔らかい緑の海の中を、彼は手を振り回しながら夢中で駆け続けた。正面の丘の陰から大きな石が飛び出したような気がしたのは、その途中だった。石はこちらを向き、急速な爆音と一緒に、不意に何かを引き剥がすような激しい連続音が聞こえた。叫び声が上がった。関西気だーと、その声は怒鳴った。関西気だ。彼は恐怖に喉が詰まり、途端に芋畑の中に倒れ込んだ。炸裂音が空中に凄まじい響きを立てて頭上を過ぎ、女の泣きわめく声が聞こえた。ひろこさんじゃない、と彼は思った。あれはもっと大人の女の人の声だ。ニキだ！隠れろ！またやってくるぞ！奇妙に間延びしたその声の間に、別の男の声が叫んだ。おい！引っ込んでろ、その女の子！ダメ！走っちゃダメ！白い服は絶好の目標になるんだ！おい！白い服？ひろこさんだ。ひろこさんは撃たれて死んじゃうんだ。その時第二撃が来た。男が絶叫した。彼は動くことができなかった。ほっぺたを畑の土に押し付け、目をつぶって懸命に呼吸を殺していた。頭が痺れているみたいで、でも無意識のうちに体を覆おうとするみたいに、手で必死に芋の葉を引っ張り続けていた。あたりが急にシーンとして、旋回する小型機の爆音だけが不気味に続いていた。突然、視野に大きく白いものが入ってきて、柔らかい重いものが彼を押さえつけた。さあ、早く逃げるのよ。一緒に。さあ、早く。大丈夫？目をつり上げ、別人のような真っ青なひろこさんが、熱い呼吸で言った。彼は口が聞けなかった。全身が硬直して、目にはひろこさんの服の白さだけが鮮やかに映っていた。今のうちに逃げるのよ。何してるの？さ、早く。ひろこさんは怒ったような怖い顔をしていた。ああ、僕はひろこさんと一緒に殺されちゃう。僕は死んじゃうんだ。彼は思った。声の出たのはその途端だった。不意に彼は狂ったような声で叫んだ。よせ、向こうへ行け。目立っちゃうじゃないかよ。助けに来たのよ。ひろこさんも怒鳴った。早く道の防空壕に。やだったらひろこさんとなんて一緒に行くのやだよ。夢中で彼は全身の力でひろこさんを突き飛ばした。向こうへ行け！悲鳴を彼は聞かなかった。その時、強烈な衝撃と轟音が地べたを叩きつけて、芋の葉が空に舞い上がった。あたりに砂ぼこりのような幕が立って、彼は彼の手で
仰向けに突き飛ばされたひろこさんが、まるでゴムまりのように弾んで空中に浮くのを見た。葬列は芋畑の間を縫って進んでいた。それはあまりにも記憶の中のあの日の光景に似ていた。これはただの偶然なのだろうか。真昼の太陽が直に首筋に照りつけ、めまいに似たものを覚えながら、彼はふと自分には夏以外の季節がなかったような気がしていた。それも助けに来てくれた少女をわざわざ銃撃の下に突き飛ばしたあの夏、殺人を犯した戦時中のあのただ一つの夏の季節だけが、未だに自分を取り巻き続けているような気がしていた。彼女は重傷だった。下半身を真っ赤に染めたひろこさんは、もはや意識がなく、男たちが即席の担架で彼女の家へ運んだ。そして、彼は彼女のその後を聞かずに、この街を去った。あの翌日、戦争は終わったのだ。芋の葉を白く裏返して風が渡っていく。葬列は彼の方に向かってきた。中央に写真の置かれている粗末な棺がある。写真の顔は女だ。それもまだ若い女のように見える。不意にある予感が彼を捉えた。彼は歩き始めた。彼は片足をあぜ道の土に乗せて立ち止まった。あまり人数の多くはない葬式の人の列が、ゆっくりとその彼の前を過ぎる。彼は少し頭を下げ、しかし目は熱心に棺の上の写真を見つめていた。もしあの時死んでいなかったら、彼女は確か28か9だ。突然彼は奇妙な喜びで胸が絞られるような気がした。その写真には、ありありと昔の彼女の面影が残っている。それは30歳近くなったひろこさんの写真だった。間違いはなかった。彼は自分が叫び出さなかったのが、むしろ不思議なくらいだった。俺は人殺しではなかったのだ。彼は胸に湧き上がるものを懸命に冷静に押さえつけながら思った。たとえ何で死んだにせよ、とにかくこの十数年間を生き続けたのなら、もはや彼女の死は俺の責任とは言えない。少なくとも、俺に直接の責任がないのは確かなのだ。この人、ビッコだった？彼は群れながら列の後に続く子供たちの一人に尋ねた。あの時彼女は太ももをやられたのだ、と思い返しながら。ビッコなんかじゃない。体は全然丈夫だったよ。一人が首を振って答えた。では、治ったのだ。俺は全くの無罪なのだ。彼は長い呼吸を吐いた。苦笑が頬に昇ってきた。俺の殺人は幻影に過ぎなかった。あれからの年月、重苦しく俺を取り巻き続けていた一つの夏の記憶、それは俺の妄想、俺の悪夢でしかなかったのだ。葬列は確実に一人の人間の死を意味していた。それを前に、いささか彼は不謹慎だったかもしれない。しかし、十数年間もの悪夢から解き放たれ、彼は青空のような一つの幸福に化してしまっていた。もしかしたら、その有頂天さが
彼にそんな余計な質問を口に出させたのかもしれない。何の病気で死んだのこの人。ウキウキした、むしろ軽薄な口調で彼は尋ねた。このおばさんね、気違いだったんだよ。ませた目をした男の子が答えた。おとといね、川に飛び込んで自殺しちゃったのさ。へえ、失恋でもしたの？バカだな、おじさん。運動靴の子供たちは口々にさもおかしそうに笑った。だってさ、このおばさん、もうおばあさんだったんだよ。おばあさん？どうして？あの写真だったら、せいぜい30くらいじゃないか？ああ、あの写真か。あれね、うんと昔のしかなかったんだってよ。鼻を垂らした子が後を言った。だってさ、あのおばさん、何しろ戦争でね、一人っきりの女の子が、この畑で機銃で撃たれて死んじゃってね、それからずっと気が違っちゃってたんだもんさ。葬列は松の木の立つ丘へと登り始めていた。遠くなったその葬列との距離を縮めようというのか、子供たちは芋畑の中に踊り込むと、歓声を上げながら駆け始めた。立ち止まったまま、彼は写真を載せた棺が軽く左右に揺れ、彼女の母の葬列が丘を登っていくのを見ていた。一つの夏と一緒に、その棺の抱きしめている沈黙。彼は、今はその二つになった沈黙、二つの死が、もはや自分の中で永遠に続くだろうこと、永遠に続く他はないことが分かっていた。彼は葬列の後は追わなかった。追う必要がなかった。この二つの死は、結局俺の中に埋葬される他はないのだ。でも、なんという皮肉だろう、と彼は口の中で言った。あれから俺はこの傷に触りたくない一心で海岸のこの町を避け続けてきたというのに。そうして今日せっかく十数年後のこの町、現在のあの芋畑を眺めて、はっきりと敗戦の夏のあの記憶を自分の現在から追放し、過去の中に封印してしまって、自分の身を軽くするためにだけ、俺はこの町に降りてみたというのに。まったく、なんという偶然の皮肉だろう。やがて彼はゆっくりと駅の方角に足を向けた。風が騒ぎ、芋の葉の匂いがする。よく晴れた空が青く、太陽は相変わらず眩しかった。海の音が耳に戻ってくる。汽車が単調な車輪の響きを立て線路を走ってゆく。彼はふと、今とは違う時間、多分未来の中の別な夏に、自分はまた今と同じ風景を眺め、今と同じ音を聞くのだろうという気がした。そして時を隔て、俺はきっと自分の中の夏のいくつかの瞬間を一つの痛みとして蘇らせるのだろう。思いながら彼はアーケードの下の道を歩いていた。もはや逃げる場所はないのだ、という意識が彼の足取りをひどく確実なものにしていた。